あ、それはもうしょうがないよね。はい。持って生まれた体だから。だからこのまま落ちてったら死んじゃうわけじゃん。だから生きてるってことは絶対回復してるんですよ。それはハンデだっていうふうに思わず、持って生まれた、まあ、特徴だぐらいになって。体力あんまりない人。そうですね。割としょっちゅう熱を出したりとか。だよね。しちゃいますね。うん。だからそれはもうしょうがないよね。はい。持って生まれた体だから。やっぱなんかその最近僕もすごいやっぱそういった問題に関して考えるときに結論は体力ないと気力もないですねっていう、だからどうやらそうらしいです。でじゃあみんな鍛えようとするんだけど、まあ、鍛えてもその元々持って生まれた体のベースは変わらないんですよ。はい。だから一生懸命頑張ったところで改善はしないというか、もうそれは諦めるしかなくて、そういう鬱とかなんか気持ちの上げ下げが激しい人って宗教にはまったりとか、なんか変な占い師に騙されたりとか結構するんですよ。あ、なんか健康食品に騙されたりとかいろいろするんだけど、まあそういうことも、あの自分が落ち込んだ時にそうなるよと。でもね、今生きてるじゃない、生きてるからなんか体力がこう下がっていくわけじゃない。なんかそうですね。でも回復してるから生きてるわけじゃん。だこのまま落ちてったら死んじゃうわけじゃん。だ生きてるってことは絶対回復してるんですよ。で、これが、やっぱ体弱い人って、この波がすごい激しいわけ。僕みたいに体強いと、あんまこうなんないんですよ。あ、そうなんですね。そう。体強いと、もうこんなんないんですよ、なかなか。いつもなんかいい感じなんですよ。だからもうなんか、偏頭痛とかもないし、ここ2年間熱も出てねえし、あんだけみんなマスクしてるから、で、ワクチン打っても副反応出ないし、非常に快適なんですよね。申し訳ないですけど。でも、こうなると、絶対回復するんですよ。で、みんな、何かにすがりたい時、この、落ちてる時なんですよね。そう。で、落ちてる時に、例えば、数珠をつけたら、回復した。数珠のおかげだ、とか。占い師に相談したら、なんか、解決した、とか。あの、体良くなった。よく聞きますよね。で、病院で薬もらっても良くなるじゃないですか。あ、はい。なんか病院の薬ってすごい効くなとか思うんだけど、あれはやっぱり弱ってる時に行くから回復するしかないんですよ。だから必ず回復するんですよ、生きてるってことは。回復しなかったら死ぬんで、はい、はい、なのでそれを頭の中に入れとくといいかなっていう。だからいつかは絶対回復するから、それは自己免疫力で回復してるんですよ、大体。そうです。そうなんですよ。だからあんまりそういうの信じない方がいいし、なんか占い師とか数珠とか健康食品とかでなんか回復した気になるんだけど、そんなことはないんですよ。で、体が弱いからその波はすごく多いんですよ。でもその自分のそのそういう自分と折り合いをつけるしかないんですよ。うん。偏頭痛とかないですか？大丈夫ですか？ありますね。ですよね。はい。あの、最近、堀江さんが偏頭痛の動画出してらっしゃったので、はい、それをちょっと見たりとかして改善できたらいいなと思ってるんです。ああ、そうそう。最近、偏頭痛はいい薬が出たんですよ。はい。偏頭痛を治療する新しい作用基準で、治療する薬ができたんで、それは使ってみるといいかもしれないです。なんかね、要は体が弱い人って、そのケミカルに頼りたくないみたいな思いがすごいあって、だけど、その、最近の薬って、昔の薬と違うんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。もう、要は、例えばバファリンみたいな。はい。バファリンって、アセトアミノフェンっていうのが主成分なんですけど、そのアセトアミノフェンってすごい薬で、はい。脳の、その、痛覚を感じる、その、メインのライン、はい。高速道路みたいなラインがあって、それを遮断するんですよ。だからめっちゃ効くんですよ。うん、確かにバファリン結構飲んでた時期だったんですけど、すぐに効きました。だんだん効かなくね、だんだん効かなくなるんだけど、でもその幹線道路を遮断するみたいな、痛みの幹線道路を遮断するみたいなすごい薬なんですよ。でももう最近そういうすごい薬ってもう大体見つけ尽くされてるんですよ。ああ、なるほど。うん。だからそのそうじゃない薬ってなかなか出てこなかったんだけど、最近はそのヒトゲノムって人間の DNA 全部解析されて、はい、それによって創薬の仕方が変わってきていて、すごい薬とかがどんどん発明されるようになったんで、
なんで最近の薬ってすげえよく効くし、はい、すごい副作用とかも少ないし、すごいんで、そういうのはちょっと継続的にウォッチしとくと得しますよと、はい、僕実はだから僕の友人が同じようなもうほぼ同じみたいな人がいたんですよ、はい、体弱いし偏頭痛すごいしでイラスト描くのが好きみたいな女子だったんですけど、はい、彼女はやっぱりちょっと年がもう今、もう僕の本当何個か下なんで、昔の解決方法しかなくて、残念ながら亡くなってしまったんだけど、薬の飲みすぎで、睡眠薬飲みすぎて、まあ、睡眠薬の飲みすぎで死ぬことはないんだけど、起きられなくて、ゲボ吐いて、窒息死するっていう、ちょっとなんかかわいそうな死に方をしたんだけど、まあ、そういうふうにならないように、なんか薬で解決できる部分は薬で解決した方がいいし、そこは科学的に自分の体に対処しなきゃいけないし、やっぱ偏頭痛とかはない方がいいし、体調は悪くならないように、あまり無理をしないことが必要だし、はい、自分の体は弱いんで、人よりも活動できないってもう割り切って、しょうがねえと。人の半分の時間しか活動できないけど、しょうがないなって思ってください。はい、わかりました。人より足が遅いみたいな話なんで、足が遅かったら自転車乗ればいいわけじゃないですか。っていうふうに割り切ると、すごく気持ちが楽になると思います。それはハンデだっていうふうに思わず、持って生まれた、まあ、特徴だぐらいに思って、そういうふうにしてほしいのと、まあ、その子はすごい、イラストのレベルとか、最初はすごい低かったんだけど、それこそマッキントッシュ買ってイラストレーターとかフォトショップとか使えるようになって、で仕事をとにかくこなすことによってスキルがどんどん上がっていって、最後は自分でアニメのプロデュースとかするようになってました。まあまあ人気のなんか大江戸線のなんか擬人化みたいな、大江戸線擬人化アニメみたいなのが今でも多分あるんじゃない、ちょっと検索してみます。そういうのプロデュースしたりとかして、非常にまあ、継続していけばなんかそういうチャンスっていうのも出てくるのかなっていうふうに思いますんで、はい、まあだからあなたの場合は無理をしないことですね。要はだから気力っていうのは体力から生まれてくるものなので、体調をとにかくいい状態に保てるように環境づくりをするっていう、はい、ことが、だからなんかもう変になんかストレスかかるようなこともしない方がいいと思う。逆にですね。なるほど。そうそういうところでは無理をせず、マイペースで自分の創作活動ができるような方がいいんじゃないですか。ありがとうございます。